わあ、武吉セレクションがもう出てるぞ。まさか、そんなまさか、武吉セレクションがもう出てるなんて、そんなまさか。今騙せなかった気がするんだけど、騙せたかな。皆さん、さすがに騙されなかったよね。次のアップデートで新しい武器、武吉セレクションが追加されるんですけど、武吉セレクションってもともとスプラ1にあった武器が、スプラ2に出るということで、今スプラ1のとこから持ってきました。先日、僕が前作のスプラトゥーンで、武吉セレクションでこれから追加される武器をいろいろと使ってきたので、ちょっと今日はその紹介をしていきたいと思います。前作やっていた人はわかると思うんだけど、やってなかったらね、武吉セレクションってそもそも何って言う人がいると思うので、今日はそんな人に見てもらいたい。では、スタート!ちょっと今かっこよくなったんじゃないかな。ロングブラスターネクロ。サブのクイボとメインの攻撃により、キル速度が相当速く敵をあっという間に倒すことができる。スペシャルはメガホンレーザー。まあメガホン敵あんま倒せないけどね。Nザップ83。スペシャルはダイオイカ。ダイオイカ無敵スペシャルで、スプラ1では最強と言われたスペシャルの一つでもあります。サブはポイントセンサー。センサーによって炙り出した敵をメインで倒す。スクイックリンガンマ。スペシャルはダイオイカ。これ出待ちした最中。ダイオイカが強いからね、敵を。もうダイオだけで倒せます。サブは9番ボムで。メインも強いです。H3 リールガンチェリー。サブはスプラッシュシールド。スプラッシュシールドにより、自分を守りつつ攻撃ができる。塗り性能も強いし、隙がない武器となっています。もし敵に襲われた時もバリアで撃退することができます。バケットスロッシャーソーダ。サブはスプラッシュボム。ボムスプラ2でもあるから強いですよね。スペシャルはスーパーショット。一角で倒せます。バレルスピナーリミックス。バレル特有のキルスピード。そして射程の長さと塗り性能によりスペシャルも早く溜まります。スペシャルはメガホンレーザー。見えない敵を倒すことができます。サブウェポンにはスプリンクラー。高いところにつけましょう。14式竹筒銃。へい。名前難しいんだよな。竹って名前読む気にならないよ。スペシャルはトルネード。サブはクイボ。クイコンが強い。パーマネントパブロ。ダイオウイカが強い。サブはボムです。ここしか取ってません。ゴールドマーカー7。スペシャルはスーパーショット。サブはボムなので移動に使えたりもします。足場の確保などに使えてとても強かったです。ボム投げて牽制し、ライジンステップで近づく。強い。最後にプロモデラー RG なんですけども、なぜか持ってなかったです。こいつだけゲットできてなかったんで。寂しいけど、サブとスペシャルだけ紹介します。サブがクイボ、そしてスペシャルがダイオイカ。スプラ2ではクイボがつくと思います。はい、これがスプラ1の武器値セレクションなんですけども、もしかしたらスプラ2も似たようなサブウェポン、スペシャルウェポンがつくと思います。スプラ1のスペシャルはスプラ2にはないんですけども、似たようなスペシャル、例えば、ダイオウイカだったら、イカスフィアだったり、バリアだったら、インクアーマーだったりと、似たようなスペシャルはあるし、同じサブウェポンもあるので、何が来るか楽しみですね。以上をもちまして、武器値セレクションでした。おい、イカがくねくねしてる、ダンスしてるぞ。